すごい、すごいね。どうも、こんばんは。どうもです。どうも、渋谷にウドちゃん現る。ウドちゃん、いやー、はい、すごい盛り上がりですよ。すごいっすね、人がめっちゃ暑いでしょ。水分補給しっかりしてくださいね、倒れんように。はい、さあ、では、はい、遠くにもたくさんいらっしゃいますので、改めてご挨拶お願いします。うらちゃんこと桐谷健太です。よろしくお願いします。イエーイ、すごい暑いけど桐谷さん気持ちいいですね。気持ちいいですね。はい、そして渋谷で盆踊りというなかなかない機会となってます。はい、ぜひ楽しみましょう。そうですね、皆さんもぜひ楽しんで、せっかくやしね、踊るアホと見るアホ、同じアホなら踊らんじゃん。そうそう、じゃあ踊ってください、お願いします。いいですね、お願いします。さあ、では踊る前に、はい、桐谷さん、この三太郎音頭、はい、周りの反応はいかがですか？そうですね、あの CM とか見てくれた人からはすごいいいねって言ってもらえますし、あの子供たちがたまに歌ってくれたり、どん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 、あのいろんなところでこの三太郎音頭が流れてくれたら嬉しいなと思ってます。嬉しいですね、はい、今日は上々というところですよね、はい、そしてこの渋谷盆踊り、文字通り渋谷のど真ん中で行われてますが、桐谷さんの渋谷でのエピソードって何かありますか？そうですね、あの10代、20代前半はよう来てました。スカウトされたいなと、されたいなと、大体怪しい人たちが声かけられたんですけど、まあ、1回もスカウトはされませんでしたが、でもこうやってね、まあ、浦島太郎の格好をしてまさか盆踊りで歌を歌うとは思いませんでした。今日は最高の夜になりますね。はい、こういった盆踊りが渋谷で開催されると新たな試みによって、はい、渋谷の新たな魅力の発見となりますよね。そしてこのステージに流れている三太郎音頭、実は昨日から音楽配信サイトで配信が開始されてます。イエーイ、今年の夏はぜひこの三太郎音頭で皆さん盛り上がってください、はい、そしてその盛り上げに一役買いそうなこんなキャンペーンがあります。今日皆さんに踊っていただく三太郎音頭を動画で撮影して、はい、ツイッターやインスタグラムで、うん、ハッシュタグ三太郎音頭とともに投稿をすると、はい、優秀作品に選ばれた動画は8月下旬公開予定の裏ちゃんが歌うミックスバージョン DVD 使用されます。あなたも有名人。そうなんです、はい、ぜひご自分の動画が DVD 収録されるかもということで、今日しっかりと三太郎音頭を覚えてお帰りください。はい、さあ、それでは早速盆踊りの準備整いましたので、お時間となりました。桐谷さんもご準備お願いいたします。皆さん自分の好きな踊り方でいいんで踊ってください。ありがとうございます、よろしくお願いします。拍手。三太郎音頭を踊ってみた動画の投稿は au 公式 Twitter、Instagram にて募集をしております。三太郎音頭を踊った動画を Twitter または Instagram でハッシュタグ三太郎音頭とともに投稿していただいた中から優秀作品を8月下旬公開予定のうらちゃんが歌う三太郎音頭ミックスバージョン PV に使用させていただきます。詳しくは au の公式サイトをご覧ください。さあ、それではお待たせいたしました、準備が整ったようです。皆さん楽しんで踊ってください。それでは桐谷さんお願いします。渋谷の皆さん、皆さんの力で
げるだけでも。